工作用紙を使ってテンセグリティの置物を作りました。上下の柱は細い3本のミシン糸でつながっていて、横に向けても形が崩れないようになっています。下に置いていろんな角度で見てみると、上のものが浮かんでいるような不思議な形をしています。上を押しても大丈夫ですが、横の糸は少しでも引っ張ってしまうと形が崩れてしまいます。この動画ではテンセグリティの作り方を全部で5つの工程で紹介するので、ぜひ最後まで見てください。浮いているように見えるテンセグリティの作り方、材料は工作用紙とミシン糸です。はじめに上下の柱を作っていきます。幅が5センチの工作用紙をグルーガンで丸めて1センチの柱を2本作ります。次に5センチの柱を3本、10センチ、4センチの柱を切り出します。10センチの柱の下の部分を1センチ折り曲げて、間に5センチの柱を挟み込んで貼り付けます。底の部分は両方から5センチの柱を挟み込むようにして貼り付けておきます。反対側には4センチの柱を貼り付けて、これと同じ形を2つ用意します。次にミシン糸を通していきます。4センチの柱のところに穴を開けたら、ミシン糸を通して縛っていきます。縛るときは2回輪っかを作る必要がありますが、1回目をしっかりと結ぶことでなるべく輪が見えないようにします。反対側の4センチの柱にも穴を開けて両方を結びます。次に糸の長さを調整してバランスをとっていきます。今結んでいるところは3本目の一番上に来るところです。ここまでは糸の長さを気にせずに結んでいって大丈夫です。最後のここは2本目の長さを意識しながら床のところに巻きつけていきます。どうしてもぴったり同じ長さでは結べないので、これから調整をしていきます。今回は左側が短いので左に倒れやすくなっています。この場合は短い部分をこの隙間に入れて固定して、長い方の長さを調整します。バランスが取れたらグルーガンを使ってミシン糸を固定してしまいます。次に形を仕上げていきます。柱のところに糸の結び目が見えているので、この隙間を1センチの紙を切って埋めていきます。全部で6箇所貼っていきます。これでゆらゆら揺れるテンセグリティの形ができました。最後に色付けをしていきます。黒いアクリル絵の具を使って上下の本体にそれぞれ色を塗っていきます。今回は糸にも黒い色を塗りましたが、もしもっと浮かんで見せたいときは背景の色と同じ色に塗った方がいいかもしれません。ではこれで浮かんで見えるテンセグリティの完成です。